令和2年12月12日、阿蘇市内の巻の阿蘇市立阿蘇体育館で、サステナブルブランド国際会議2020阿蘇シンポジウムが開催されました。これは、阿蘇サステナブルツーリズム協議会が、アフターコロナにおける新しいツーリズムの形を考えるをテーマに開催したもので、全国の観光関係者や、 観光ツーリズムに関心のある学生や一般の方など、およそ400名が参加して行われました。シンポジウムは、午前中の体験プログラムの部と、午後からの講演プログラムの部の2部制で行われ、講演プログラムの部では、熊本県のキャラクター、くまモンが参加者を歓迎、佐藤麻生市長や、麻生サステナブルツーリズム協議会の菊池会長が挨拶し、 その後、COVID-19 ・ポストコロナ時代のツーリズムなどをテーマに、サステナブルツーリズム事前講演会がありました。間に、県の重要無形民族文化財に指定されている中江岩戸神楽特別公演を挟んだ後、エコツーリズム、グリーンツーリズム、文化観光、ロングステイの4つのグループに分かれてのワークショップがあり、さまざまな意見を交換していました。